여러분, 안녕하세요. 모고모고입니다. 同意の息子、ヨンジョと、えー、ヨンジョの性質であったチョンソン・ワンフの間には子供がいなかったんです、えー。それももちろん理由がありますが、とても仲が悪かったんですね。ほぼ別居と言ってもいいぐらいは、お二人はとても仲が悪かったんです。そのチョンソン・ワンフが66歳で病死、えー、します。その時にヨンジョは64歳でした。 ジョンソン・ワンフが死んだ後に、ある家臣が、じゃあ、ジョン・ハ新しくお嫁さんを入れるのはどうですかという意見を出します。それを聞いたヨンジョは、ヨモも年だし、結婚はいいよ、と言いましたが、このいいよが、 そっちの言いようか曖昧だったらしいですよね。つまり、断ってる言いようなのか、喜んでる言いようなのか、皆さんもわかると思いますが、朝鮮時代は、王の言葉の解釈がとても大変ですよね。えー、おそらく、四条は結婚がしたかったらしいです。えー、なので、家臣たちはその四条の本意を読んで、えー、戦後も礼もありますので、王妃日の座を開けたらいけませんと言って、 で、養女はその話を聞いて、しょうがないな、という形で結婚をすることになります。じゃあ、ここで言っている、戦王の礼というのは一体何でしょうじゃあ、ちょっとだいぶ前にたどりますが、古代王の文淳、聖、え、淳、ー、大王の息子です。文ジョンは、えー、妻が亡くなった後に再婚をしません。再婚をしなくて病死してしまって、 若い息子、タンジョンが王になりましたが、タンジョンは若かったんですね。このタンジョンを守ってくれる母の勢力がいなかったんです。だからどうなったんでしょう。おじさんの成長によって殺されてしまいましたね。これが先ほど家臣たちが言った戦王の例でした。つまり、 えー、誕生の後からは、王妃の座を開けたらいけないという挑戦の中では、そういったルールができたらしいです。じゃあ、これ以外に、または、そうですと、 側室、えー、から性質になったらどうですかという意見もあると思います。もちろんそれもできないわけではないでしょう。洋女には佐藤瀬蛇という後継者がいて、この佐藤瀬蛇の母であった洋美に一子が追う日になることも可能ですが、皆さんもわかると思いますが、洋、え、女、ー、のお父さん、スクチョンの時代に、 どういったことがあったのかは皆さんが私より詳しく分かっていると思います。なので、即室が追うになることもできませんでした。なので、新しい追うを入れることになりましたが、4条はこれによって自分の嫁さんを選ぶ鑑定というのを行うことになりますが、基本、これは、王が参加しないのが基本ルールですが、4条は自分から面接をします。 おそらくよっぽど結婚がしたかったかもしれません。そして自分の好みの女性を選びたかったかもしれません。えー、ちょっと以前の奥さんとだいぶ仲が悪かったせいもあったでしょう。えー、その中で一人、京中金氏の娘にヨンジョがすごく興味を持つことになります。寒天に選ばれた人々にヨンジョがいろんな質問をしますが、 の娘はとても賢明な答えを出したからです例えば、世の中で一番深いのは何だという質問に対して、他の人は雲とか空とかは海とか答えたんですが、今日中、君子の娘は人の心ですと答えました。人の心は測ることができないので、世の中で一番深いものであると、えー、宗教的な完璧な答えなんですよね。それと が次は世の中で一番美しい花は何だと聞いた時に他の方はバラとかいろいろ綺麗な花を言いましたが今日中、君の娘は 木綿の花ですと答えるんですよ。理由は木綿からは綿が手に入るんじゃないんですかそれによって一般の人々に暖かい布団、または洋服などが提供できるので、これ以上綺麗な花がないという、朝鮮の王としては完璧な答えでしたね。四女はこの京中禁止を自分の嫁さんにすることに決めます。 この方が、後に、チョンスンワンフと呼ばれる女性で、ヨンジョが、事前の奥さんのお葬式が終わった66歳に彼女と結婚しますが、なんと彼女は当時15歳でした。 51歳の年下の王妃ですね。今日はこのチョンスン・ワンフの話を少しやってみたいと思います。えー、チョンスン・ワンフに対して皆さんがドラマとか映画で見たい方は、王うの涙、王うの運命を見てください。ドラマですと、イさんと赤い袖先くっとんをおすすめします。 じゃあ、2人の結婚式は結構記録に詳しく残っているので、これは皆さんもネットで調べたらすぐ見れると思います。えー、日本では半ジズと読むのかな韓国,で韓国語ではパンチャドと言いますので、時間があったら調べてみてください。または私が下にリンクをかけておきます。 じゃあ、チョン・スン・ワングの話に戻りまして、彼女は15歳でしたが、とってもしっかりした性格だったそうです。えー、つまり、王妃になる授業の時の話なんですが、三軍の一人が洋服を切る練習をしている時に、後ろを見ないといけない時に、三軍が、まあまあ振り向いてくださいと言ってたら、チョン・スン・ワンフが三軍に対して、お前が後ろに行けと言ったらしいですよ。 15歳の、えー、お城に初めて入る女性がこうやって強気でいたんですね。あ,ある意味では、王妃としての品格を持っていたかもしれません。かなりタフな性格だったんですね。で、このジョン,スンワンフンは世代によって評価が極端に分かれる王妃なんですよ。佐渡世座の死に関わったとか、 情状を否定して朝鮮の滅亡のきっかけをもたらしたとか、いろいろ否定的な意見も結構ありまして、この意見を反映したのがドラマイサンのキャラクターですね。かなり否定的に描かれていますよね。しかし、最近の研究では、このイサンの情ンスのワンはかなり歪曲されているという評価が強いです。じゃあ、一旦まず1個ずつ見ていきましょう。 じゃあまず、チョンスン・ワンフのせいで佐動星者が死んだという説に関して話してみますと、当時、チョンスン・ワンフは18歳でした。18歳あ。お城に入ってから3年過ぎたぐらいなんですが、えー、当時18歳の女性が51歳年上の40に、佐動星者の悪口とか言えた なのかも一旦もちろん疑問なんですけれども、えー、そういったことをしたとしたら狙いは四女の間で息子ができて自分の息子を次の王にしようとする欲しがあったら良、まあ、かったかもしれませんがすでに佐藤聖者の下にはとても頭がいい長女もいたし他の後継者の候補も多かったので彼女としてはとても危ない、えー、掛け事だったのでしない方が良かったと思います。 えー、ただし、家紋は作動せざとの性的の家紋だったので、作動せざを助けようとした記録もないので、何もしなかったというのが事実だと思います。 ただし、公式記録ではないんですが、ある記録によりますと、4、え、所、ー、に行って、聖者がこっそり横に行ってきたということを4所に朽ちったという話はありますので、可動生者を少し牽制していたという説はありますが、まあ、これはあくまで非公式の記録なので覚えてくださいね。 で、それで、1776年、ヨウジョウが83歳で亡くなります。その間に、えー、この、ジョンスンワンに対する、政治に関わったとか、問題を起こしたという記録はないんですね。じゃあ、とにかく、ヨウジョウが亡くなって、孫であったジョンジョウが次の王になりますが、ジョンジョウとしてはとても大きい悩みがありました。先ほど15歳で結婚したジョンスンワンフが、この時は31歳。 まだまだ現役でした。皆さんも分かると思いますが、朝鮮という国は、王が一番の権力を持っているんですが、宗教という国なので、えー、この王のお母さん、または王のおば,おばあちゃんなどの意見を無視することができないです。でさらに 皆さん、えー、これわかりますかジョンスン・ワングは、ジ女の母でもなく祖母なんですよ。つまり、二段階上のかなり強い方が、なんと31歳。自分とそこまで年齢が、 変わらないんですよ普段だったら自分が王に即位したら2、3年後に祖母が亡くなって、まあ、10年後にお母さんが亡くなってみたいな感じなんですがこれひょっとしたら長女の方が先に死ぬかもしれない状況なんですね。で、さらにこの長ンンワンフの家紋はこのイーサンの家紋と性的の家紋だったのでイーサンが王として活躍する上に とても高い壁がこのジョンスン,ワンでしたね。ここでいろんな誤解がありますが、実際公式記録を見てみると、チョンスンワンはジョンジョの政治に深く関与しないんです。遺産を見てみると、いろんないじめをしているように見えますが、公式の記録では、むしろジョンジョの意見を尊重して、ジョンジョも彼女のことをとても尊重しているような記録が残っています。 えチ、ー、ョンスンワンフがどれぐらいジョンジョに対して、えー、発言をあまりしなかったというと、途中で、えー、政治の関係で、えー、つまり祖母の兄であった金・ン・キジュを追放することがありました。この金・ン・キジュはチョンスンワンフの兄なので、普段だったら祖母として王に来て強く発言力を出したと思いますが、チョンスンワンフは何も言わずにこれを受け入れたらしいです。 お互いの権力を認めていたかもしれません。記録的に、チョンスンワンフが王に対して反対したのは、おそらくこの一件です。ジョンジョの腹違いの兄弟、ウノン軍という王子が反乱に関わってしまって、反逆者になったことがありますね。これを見たチョンスンワンフは、 あなたの弟は逆賊ですと言って死刑を下すようにお願いしますが、チョンジョはうの軍を守ろうとしますよね。弟は無罪です。でここで初めてチョンスノアが死刑をしないと私、私はご飯を食べません。私がこのまま死にますという脅迫をしてて、それに負けてしまって、チョンジョはうの軍を死刑をしてしまいますよね。 この一件以外は、チョンジョとチョンスワンワゴが2つかった記録がないですよで。これも正直深く考えたら、チョンスワンワゴとしては、王権の権威を守るために、反逆者に関わった王族を殺すというのは、朝鮮全体的に見てみると間違ったことではないので、これも非難されることではないと思います。じゃあ、とにかく、 ジョンジョが結局仕事が多かったんでしょう。ストレスで先に47歳に死んでしまいます。でこの時にジョンジョの息子は12歳の寸状でしたが、寸状が王になりました時に、ジョンスンワンは54歳でした。もうすでに祖母でもなく、王の曾祖,祖母。 かなりの権力を持っている立場になりましたね。で、寸女が12歳だったので、朝鮮のルールによって、寿良ョンというのが始まります。つまり、祖,祖母が追うの代わりに、えー、国を指揮することになります。彼女はこの時から自分の能力、えー、自分が今まで隠していた、うん、政治への意志を強く見せます。で、一旦まず、 長女が死んだ後に、その長女の意思を一部は引き継ぎます。国家の伸び制度を廃止します。これは長女が夢見ていた国なんですね。ヤンバン、ヘ平民、奴隷という海峡をいずれか朝鮮からなくしたいという意思を持っていたので、彼女はこれに関しては長女の意思を引き継いで国家伸びを廃止することになります。簡単に言いますと、 えー、国のために働いていた伸、えー、びたちが非常勤から正社員になったということなんですよ。待遇が良くなりました。ただ、それ以外はほとんどを長女の政策を廃止します。えー、ドラマ、遺、e、産で出てきた本宮郷という人物を皆さんご存知だと思いますが、長女がこの本宮郷を率いて、えー、軍隊を統合するシステム。 チャンヨンヨンというのを作りますが、えー、彼女はこのチャンヨンヨンを廃止しますね朝鮮全体にバラバラ散らばっていた朝鮮の軍隊を一つに統合してより強い軍隊と王権を強化しようとしたんですが彼女はこれを廃止しますそして、えー、政治的な目的のためカトリックを弾圧します当時朝鮮にはカトリックが入っていましたが このカトリックに参加していたのが、長女の政治協力派がとても多かったんです。いわば、ナミンという人たちだったんですが、 彼女はこの難民の勢力の牽制のためカトリックを弾圧します。これによって300人ほどが殉教をして、難民のメインの人物がかなり亡くなって、その中でチョン・ヤギョンという人物は追放されてしまいましたね。 で、えー、ある歴史研究者たちは西洋からいろんな優れた文明が入ってくるチャンスを、えー、捨ててしまったという評価もあります。で、彼女はこうやって自分の政権を握って3年後に権力を譲ります。簡単に言って、先ほど言った孫女が15歳になったので、 朝鮮のルール的に一人の大人として王として活躍できる年齢になりましたのでここで彼女は「王はもう大人だ私は手を引く」と言って ルルール通りりに寸上に権力を譲りますここまで見てみると彼女はとてもルールに厳しいルールをちゃんと守る人だったかもしれません先ほど言ったヨークの時も15歳にもかかわらず自分が王妃相手が三軍という身分をはっきり認識していて自分の権限の中でできることをはっきり表明して で、情緒が王愚になった時も、自分はあくまで祖母として、実際の王権は情緒が持っているということで、なかなか発言をしなくて、でただ、 寸所がまだ若かった時に自分が政権を握った時ははっきり自分の能力を発揮してルール通りに寸所が15歳になったら何の未練もなく寸所にルール通りに権力を譲りました。ある意味では4ちと結構性格が合う女性だったかもしれません。しかし彼女が引退して6ヶ月後もう一度権力を握ろうとするんですよ。 えおそらく理由は次の王孫女が えー、思っているほどあまだ、えー、王としての資格を持てなかったかもしれません。なので、もう一度権力を握ろうとしたら、今回は家臣たちが防反対します。こういった前例はありません。えー、もちろん家臣たちにとっては、寸女の方が使いやすいという困難があったかもしれませんし、まあ、いろいろ複雑な事情があったでしょう。彼女は数ヶ月後、60歳で病死してしまいます。 じゃあ、彼女が死んだ後に、挑、え、戦、ー、はどうなるのか。じゃあ、一旦まず、23代寸女、長、え、女、ー、の息子なんですが、長女は死ぬ前に自分が信じていた家臣、金正寸という人に、この寸女をお願いと言ってから、えー、亡くなります、えー。その証として、寸女と金正寸の娘、スノンワンフと結婚をさせますよね。じゃあ 長女が信じていた人、金正寸、安東金氏です。この安東金氏家紋が政権を握ることになってから朝鮮はどうなったのかは、えー、もごもごの以前の動画を見てください。 じゃあ、話戻しまして、今日のジョンスンワンフーは、ジョが好きな、ジョバニアからはものすごく叩かれる王妃ですよ。ジョを特撮したのではないか、ジョをずっといじめたのではないか、朝鮮滅亡の始まりはこの女性からではないかという、えー、話が多いですが、その影響を受けたのがドラマ遺産ですね。ただ、最近の研究によりますと、彼女は 4番によって朝鮮が支配されるのを防ぐために努力した。最後の王族で、そして。 彼女がやっていた3、4年間の朝鮮の国家運営はとっても円滑であった。特に大きい問題がなかったということで、彼女は女性の王妃としてのかなりの役割を果たしたという意見も最近は強いんです。じゃあ、こうなると結局すべての問題は寸序が問題ですね。とても強い王権を持っていたにもかかわらず、それを全部ヤンバンたちに奪われてしまった王が寸序です。 ですね、じゃあ今日はここまでですジョン・スン・ワンフーは1990年,年、2010年までにはかなり悪いイメージで描かれましたが、最近は朝鮮の最後の 王権、えー、のために戦っていた素晴らしい女性という意見もあって今のところではかなり、えー、学会の中では賛否両論がありますが皆さんの意見はいかがですか今日も聞いてくれてじんちゃじんちゃこまわよ여러분、あんにょー